自然菌、自然銀、自然道、自然水銀、自然異様元素鉱物とは、鉱物学における鉱物の分類の一つである。元素鉱物は、単一の元素からなる単体、あるいは合金からなる素性を持つ。ただし、元素としての性質に近い科学的性質を持つ、化合物である単化物、軽化物、窒化物、ン化物で構成された鉱物は、例外的に、元素鉱物に含まれる。 単体で構成された鉱物の場合、鉱物の正式な名称としては元素そのものの名前が、鉱物が使われるが、語弊が生じる場合などは、英名はネイティブ、和名は自然をつける。例えば金で構成された鉱物は、正式な名称は金であるが、特に元素と区別する場合には、自然金となる。日本語の書籍では、和名は自然をつけていても英名は、 元素名そのままで書かれている傾向がある。元素鉱物に限った話ではないが、天然の産物である鉱物では、例えば自然菌でも金が100%で構成されていることは、まずなく、例えば銀、銅、水銀といった不純物を含む。特に銀とは自然銀と連続的に蘇生が変わるほどである。その場合、モルヒで最も多い元素を鉱物名として名付ける。 例えば金が60%、銀が40%の割合ならば、名前は自然金となる。ただし、結晶構造が変わるならば、別種の鉱物となり、独自の名前が付く。ドークパライト属自然アエン、新属自然インジウム、自然スズ属自然水銀、アマルガーム属自然鉄、自然クロム属白金属炭化物、経化物、窒化物、リン化物、ヒ素属炭素。 軽素属溶性連続非金属元素炭化物、非金属元素窒化物元素鉱物に分類される鉱物で日本で初めて発見された新鉱物は1974年に北海道で発見された自然ロテニウムと1999年に大分県で発見されたパラ、輝き飛行である。また再定義により日本の産地が 模式標本となったのは1991年に再定義された北海道のルテノイリドスミンである。2012年、アントゾナイトと呼ばれるホタルイシの変種中にフッ素の単体が含まれていることが発見された。これは鉱物種としては認められていない。発見の報告はあるものの、存在が承認されていない元素鉱物も数多くあり。 単一の元素で構成されたものでは、自然放送自然フラーレン自然林、味方チタン自然マンガン自然コバルト自然にオぶ、自然森デン自然要素自然タンタル、自然レニウムがある。ありがとうございます。